はい、どうもこんにちは、イアンです。今回はね、スゴフェスの2日目やっていきます。てか、まあ1日目はね、弾いてないんで、1日目に関してはちょっとね、レイリー・ミホークとフラミンゴで、レイリー・ミホーク持ってたんで、まあちょっとね、2日目弾こうと思いました。で、2日目はね、フェスゲンキャラ3人とも持ってないです。で、ガチャゲンキャラで欲しいのは、ゾロ。うん。で、力属性アップだしね。出てくれんじゃないかなって思って。うん。で、フェスゲンは一応持ってないけど、ログルフィはね、ちょっといらないです。ちょっとね、ゲームの中ですら緊張するっていうのはね、ちょっと嫌です。普段も緊張しないんですけど、ゲームで緊張するってちょっと、嫌なんで。まぁ、ちょっとね、狙いはほんとシャンクスです。シャンクス、エース、クロコダイル。その辺ですね。ちょっとまぁ、身が少ないんで、まぁ、あれなんですけど、まぁ、とりあえずね、3回聞きます、この動画では。ってことで、いきます。お願いします。ちょっと頼むよ。ですよね。はい、了解です。ちょっと持ってないけどね、欲しいな。おお、ええああもう持ってない。ちょっとマジ、え、前も言ったと思うんですけど、今携帯の画面のこのもう上のギリギリのところから引っ張ったんですよ。そしたら出ましたよ。いや、あの、え、いや、俺の中ではあれなんで、ちょっとで毎回当たるわけでもないんですけど、ジンクスというかね、え、上の方を引っ張ったら出ましたよ。しかも確率アップ対象外だし、やばー、サボー、やばー、マジやばいんだけど、ちょっともう、いや、3回目はもう流します。やばいんだけど。ゾロ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 、ゾロ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 。たった3回でフェスゲン弾けたよ。俺こんなの初めてです。ちょっと、マジ、ちょっと、今年やばい。前も言ったと思うんですけど、月始めじゃないな、年始めに、戦国と白ひげ2体解いてるんですよね。やば。これでちょっと自由パー組めるね。ハンコックも持ってるし。嫌な動画になっちゃったかもしれないんですけど、お幸せでございました。